こんにちは、花クラブの宮川です。今回は初めてさん用カップアレンジのご紹介です。3つのアレンジメントを作りましたが、それぞれ配置を変え、段階を追って少しずつ難易度を上げています。小さなアレンジですが、綺麗に作るコツが散りばめられているので、ぜひ最後までご覧ください。器は100均のカップです。スポンジはレギュラーサイズを4分の1にカットしたものです。このレギュラーサイズはダイソーさんにも置いてるサイズです。型を取ります。下の方の型をグッと取ります。で、下の型ですね。上の型をざっくり切り、下から上に向けてカットします。一旦入れてみます。3、4センチ低くしたいので、3、4センチ分底を切り落とします。斜めにならないように気をつけます。で、少しまた斜めに当たってるところを落としていきます。こんな感じでスポンジがセットできました。だいたい3、4センチ低い状態です。で、残り2つも同じ要領でセットしてあります。では、このちっちゃい器からアレンジしていきます。マムです。かなり短く、指1本半程度でカットします。で、少し中心より右か左かずらしてもらって刺します。こんな感じですね。難点です。長く使わないのでちっちゃくカットして、スポンジが低いのでこんな感じで取れるようにカットしてもらうといいですね。で、ニョキッと出すぎないように、この位置が少し中側に入るように遠目に刺しますね。で、差し込みます。葉っぱの先端がどこに来たらいいのかっていうのを考えてもらって、ちょっと遠目、あまり器の縁から葉っぱの先が遠くにならないようにしていきます。スプレーバラです。もうかなり短く、指3本ぐらいですかね。で、カットして低く入れます。同じぐらいの長さでカットして、そのお隣ですね。で、最後の一輪はこの少し長め、指4本ぐらいでカットして、2つのバラの間に少し高めになるように入れますね。で、そうするとデコボコができてくれます。これで1個目完成です。大きなマムを置いてリーフを足して、マムの反対側にデコボコなるように3輪スプレーバラを置きました。マムの花びらが尖った形状のものなので、リーフの方も尖った形状のものを合わせてみました。で、器も寸胴ではなくて下細りのものの方がバランスが良くなりますね。今度はこのくすみピンクのカップにバラ、カーネーション、ガーベラの3輪をメインにして配置していきます。まず考えないといけないのは、この花の高さがそれぞれ違うってことですね。ガーベラはこんなに薄っぺらいのに、バラの高さはこれだけあります、幅がね。なので、切る長さが一番短く切るのがバラ、一番長く引く気が必要なのがガーベラということになります。それを考慮に入れてカッティングして入れないといけないってことですね。基本的にはまずこのバラから、この高さが長いものから刺していきます。で、額が反り返ってるとやりにくいのでカットしてもらって大丈夫です。で、刺し分は指2本程度あれば十分です。斜めにカットします。で、分かりやすいように、線を引いておきますね。こうして見た時に、この節の下で切るっていうのを覚えておくといいですね。四角の右手前のところにバラを刺しますが、
だいたいこのバラの内側の花びらがこの真ん中の上あたりに来るように刺していきます。ちょっと外向きにしてもらって大丈夫です。ぐっと差し込みます。こんな感じですね。もう、茎は1センチあるかないかって感じですかね。見えてるところが器の中心を延長状に伸ばした時にここの花びらが真ん中に触れるぐらいのイメージです。残りの2輪でこんな感じで入れて上から見た時に丸っぽくなるように配置していきます。粗切りをして当ててみます。3センチ分ぐらい差し込みたいのでここから花のトップが3センチぐらいあったらそのまま差し込んでもらったら OK です。もうちょっとだけ切りますね。だいたい指3本ないぐらいですね。で花をきれいに広げてもらって、兼ね合いを見ますね。中心あたりのところに差し込みます。こんな感じ。そしたらガーベラですね、粗切りして置いてみます。バラとカーネーションの間に差し込みます。こんな感じ。バラは花高が高いので横から見ると茎全く見えませんが、ガーベラは薄いので横から見た時に茎が見えるという状態になりますね。アイビーです。手にくるっと巻いて癖をつけておきます。先端を差し込みます。結構器にくっつけてぐるっと巻いてきます。 U ピンで留めておきます。 U ピン作る時には必ずこう平行にしますね。広がらないようにしておきます。ブルーアイスです。小さくカットしてもらってこの隙間を埋めていきます。あまり柔らかいところを切ってしまうとぐにゃぐにゃして刺しにくいので本体の軸をつけておいてもらうと硬くって刺しやすいですね。下の方が当たって邪魔になる場合は葉っぱを外しておきます。で、アイビーの葉をちょっとのけて刺してからまたアイビーを戻してきます。こんな感じで垂れてしまう場合はこの本体の軸に通して引っ掛けてもらうと葉面が綺麗な方を向いてくれます。表面が出てきますね。遠くを持つとぐにゃっとなって差し込みにくくなるので切り口の近くを持って曲がらないようにして差し込んでいきます。で、最初に入れた花を傷めないようにもし刺すことによって中に入ってしまったら指入れてこう花びらを起こしてきます。こんな感じで2個目完成です。はい、3つ目です。カットサイズは指 2,3 本ですね。こんな感じ、2本半ぐらいですね。ここの位置がこの中心の延長状と同じ程度になるように刺していきます。ちょっと外向きに倒してもらって OK です。まっすぐ上じゃなくって大丈夫です。微妙に外に傾いてるかなっていう感じですね。バラを入れたところでこんな感じです。横から見るとこんな感じ。指2本強っていうところですね。くっつけた感じで、差し込みます。さっきと同じようなイメージですね。こんな感じで、今度この前の空いてるところにマムを入れていきます。粗切りして当ててみます。それで良ければ差し込んでいきます。ちょっとデコボコさせますね。このスペースの下のところに低くなるように入れ込みます。で、今度少し高くしますね。デコボコさせます。今度反対側に入れてみます。高さ粗切りして当てて OK だったら差し込みます。中心部にちょっと高め、その外側に低め。ブプレリウムです。茎が弱いので
必ず切り口の近くを持ってちょっとずつ差し込んでいきます。お花起こして隙間作ってから差し込みます。ちょっと曲がってるのは動きがあっていいですね。刺すのは難しいので、方向だけこう下向きにならないように気をつけてもらって、お花が横向きか斜め上とか上向きになるような状態で最初から持っておいて差し込んでいきます。フルフルっと出てくると可愛いですね。葉っぱだけ使っても可愛らしいです。レモンリーフです。ちょっと大きいのでカットします。で、丸っぽくなるように切ってしまいます。こんな感じで完成です。バラとカーネーションを対角に置いて、スプレーマムをその反対側に置きました。で、マムは手前の方を分量多め、後ろ側を少なめにしてあります。間にププレリウムを配置して、ちょっとこう浮かせた感じのものも作りました。で、下部にグリーンを配置して全体を締めました。3つのアレンジはいかがだったでしょうか。簡単なのでぜひ作ってみてね。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。